ました。というわけで、はいはい、浅間ダンさんから、はい、このバレンタインのね、はい、恋のことを交えた自己紹介をしていただきたいと。恋を交えた自己紹介、ね、恋あ最近のね、恋愛の我々はね、この駆け取りの皆さんよりはね、あのそこそこ年取ってますから多少なりともね、ね、恋の人生を恋お願いしますよ、じゃあお願いします、うん、え、恋よ恋のエピソードというか最近の恋愛事情を最近どうですかってことですよ、ね、はいです、ちょっと自己紹介もしてほしいなと。なるほど、はい、てか誰ですか、誰ですか、マルリンです研究生ですか、研究生ですよ、両サイドは研究生ですね、そうそうそうです、見たことない顔です ね、まあ、じゃあまず研究生のお二人からお願いしてもいいですか、そうだね、恋を交えたエピソードを交えながら自己紹介するという、はい、オーダーでよろしいですか、お願いします、じゃあ福島さんお願いします、え、福屋さんだ、ごめんなさい、リアルのやつですか、はい、最近の恋愛事情を交えながら、もちろんです、はい、最近高崎のスナックで女の子と出会いました福屋です、リアルなやつじゃないか、めっちゃ面白い、リアルなやつ、生々しいですか、もうちょっとさ、もうちょっとあったでしょ、アイドルなんだから、100点100点です、素晴らしい、じゃあお前ハードル上げんだって、そんなんやったら上回っていかないといけないじゃん、じゃあマルリお願い、はいはい、5年付き合った彼女に感謝が足りないって言って振られました、マルリンです、やばい、リアル、全部リアルだね、感謝が足りないって言われたんですよ、本当に、マルリン面白い120点、嬉しい、嬉しいじゃないよ辛いから本当に悲しいエピソードですね、いただきました、次誰行くの、はい、次は誰行きますか、うん、ワニちゃん、あえワニちゃんかな、ワニちゃん、さくらさん、あ、さくらさんだ、さくらだよはい、いいんだよ、ワニちゃんでもね、かしこまりました、はい、旦那さんにバレンタインのチョコを一足早くあげて、はい、バレンタインって言ったら、って言われました、気をつけろよ、さくらアイドル、ワニちゃん、あ、スタズマアイドル、さくらです、ふわふわめちゃくちゃじゃない、イエーイ、まあ、結婚生活しんどいっすね、それ、しんどい、すごいすごい腹してますよ、本当にその腹やばいです、それ温泉とか行った時にテーブルに乗ってる饅頭みたいな誰が温泉饅頭だ、わかる、お茶菓子ね、お茶菓子、お茶菓子ね、やばい、これ饅頭じゃないんですよ、饅頭じゃないんですか、はい、こうやってね、そう前の方行ってこのねお肉をこうやって持ちますと、はい、あのトラックのドライバーみたいな感じいや、わかんないでしょ、わからないでしょ、誰がテコトラのトラックだもんやろ、わかんないでしょ、テコトラのトラック、そうなんです、じゃあ、りょうかについていっていいですか、はい、お願いします、あの恋のお話なんですけども、この前ですね、いや待って、落語家さんみたいになってますこの前ですね、公園に行きまして大きな池があったんですよ、はい、そこにですね、池に向かって餌パーって撒いてあったら、ほうほう、あの人面魚がね、ふわーってね、どうも、ありがとうございました、 どういうこと、恋の話、魚の恋の話、恋じゃないです、そっちじゃないです、魚の恋の話をしてしまったという、真剣に聞いちゃいました、一応補足するとね、彼はあの芸歴15年相当経ちますんでね、メンバーと同じ年とかいるかもしれないですよ、15歳の、そう、私16歳、でも1歳だけ終わらない、何歳だっけ、ここは13歳です。年下ですよ。どうでした今の話。生まれる前からお笑いやってんだ。今の話聞いてどう思いました？つまんないです。言うよね。15年目。おい、ありがとう。芸歴15年目ですよ。遺産が出てきました。おじいさんです。遺産方。はい。はい、ありがとうございます。では最後はあっこちゃん。あっこです。ミスのあっこちゃん。あっこちゃん。モテなさすぎて、いよいよ男でもいいんじゃないかと思ってるんですよ。いやでもそれはね、女の子だよね。女の子は女の子。女の子ですから。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はすいません、お邪魔しました。どうでもないです。赤城さんを見に来た人は大丈夫ですか？大丈夫ですか？ね、そうそうそう。最初それでやってたんだけど、はい、なんかあれ基本的なコントでやらせてもらってましてね、あ、そうなんですか、だから
からコントじゃない時はあのなんか普通のねおじさんになってる。おじさん、おじさんになっちゃってるから案内人ね、うん、今日は。なるほど、今日は案内人ということでね、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では今日はですね、あの浅間ダンさんも来ていただいたということで、はい、ここで終わるではなくて、浅間ダンさんと私たち赤木団メンバー、そして会場にいる皆さんとちょっとしたバレンタインの、うん、ちょっと企画をやりたいなと思ってて、